ふうし、再開していくぜ。さーて、前回から能力の改造で、いろいろこう試してたんだけど、いろんなキャラに対して。したら、どこ行った？あれ、いないな。あ、もう、表示されてないだけか。ちょっと待って、ステータスの確認で、まおちゃんを強化しまして、したらばこのね、これ、オートシールドっていうのが、強化されて、オートシールド2っていうのになりました。範囲が増えたのかな？これ、範囲3マスの仲間の防御力にっていうことなんで、割と悪くないんじゃないかなと思って、今回、まおちゃん、強化させていただいております。それぐらいかな？前回からの変更点は。ということで、次行きましょうか。誰のせい？海の日。薩摩琥珀？最近犯罪も多いし困ったのね。この店の近くにも強盗が逃げ込んできたって。催涙スプレーぐらい持っといた方がいいのかな？私夜塾に行かなきゃいけないんだよ。僕も、こんな物騒なものが売れるなんて。あら、しおり。金剛さんたちが眠いってお昼まで町内防衛会議は延期って。先輩権限ってやつでしょ？今大変なんでしょ？のんびりしてるよね。よくわかんないな。大変みたいで、私が初めて会った時と違って、今は夕方のサラリーマンにみたいに疲れてるから。やっぱランジャムかな。ほら、あの黒い時の能力の人。あんな怖い顔にはなりたくないね。おん？グッドモーニー、しおり、うりゃー。しかし、間近で労働して強化されたしおりは微動だにせず。逆に琥珀の方が喜んでしまった。琥珀じゃない、何やってんの？急に襲いかかってくるなんてびっくりしちゃったよ。びっくりしたのはもうこっちだよ。びくともしないにもう石でできてるんじゃない？そんなに重くないよ。ガーデニング用の薬をね、買いに来たの。用事があったの、結局昼からって話になったんだけど。町内防衛会議とか言ってたけど、なにそれ。町内のちょっとした行事を、ほらもうすぐ夏祭りでしょ。町内の行事にしおりが参加するとはとても思えないけどな。ニーニーが参加するとかで、ですよね。相変わらず隠す隙のないブラコンブリーも羨ましいな。じゃあ私もその会議出席していい？何がじゃあよ。琥珀は別の地区の人なんだからダメに決まってるよ。マオちゃんは地区は私と一緒じゃない。ただついてきただけです。疑われてます。防犯グッズ買った？防犯アラームとかスプレーとか。何から気をつけるのさ。何よって先月ぐらいからひどいじゃない。ここ2ヶ月だけで30人ぐらいの死者や行方不明者が出てるんだよ。はあ。テレビでも拉致とか暴力団の抗争とかテロとか言われてるじゃない。ミサイルやテロはともかく拉致は防げるって防犯アラームを親に戻されたよ。最近普通の犯罪も増えたみたいだし持ってていいんじゃないかな。琥珀は襲われそうだし、襲われやすそうだし気をつけないよ。他人事みたいに言うんだろ怖くないのかな。本当だよな。いや、まあ一般の感覚からしたらそうなるわな。午後までは時間もあるからおしゃべりでも時間して時間潰したいな。暑い遅い。モカ先輩。1時には集合って言っておいたんだけど。あら。お昼まで寝てたくせにあくびなんてたるんでるぞ、リリー。朝からずっとうるさくて寝れてないよ。調べました、行方不明者。ネットじゃ去年までのデータしかわからなかったから、警察の人につなでで聞いたんだけど、去年、例年よりも50人も多い。なるほど。殺したいぐらい待ったよ。友達と遊んでて、言い訳はムカつくからやめてよね。ゆうきくんが関わらないと素直に謝るんだ。集まったからいいじゃないですか。第4回町内防衛会議始めるよ。会議って何話せばいいの？こんなところで話すの？誰かの家とかじゃないの？まあこの人数は家で集まれんか。ヤシマはどうするんだ？会うたびにヤバくなってる気がする。ユイ姉さんはそんな悪い人じゃないよ。ちゃんと話せばいい。きっとちょっとそれは厳しいかも。取り合ってもくれないし何より怖い。もともと話聞かないやつだったからな。デロメアさんもしばらく手を出さないって言ってるし、私たちから敵出すとかないよ。みんなバラバラの対応したらユイさんも信じなくなっちゃう。だから今は仲間。昨日のようなこと言われても私は許してないよ。ルナちゃんは網の作り方覚えた？編み物作れる人って尊敬しちゃうよ。蜂で増やしてきたのかな、敵は。巣もあったし。二度性に現れた変異虫を参考にすると繁殖能力は低いが低いだけで増えないわけじゃなかった。だがここのバイオモンスターは性別がなくなっている。完全に戦闘用になっているはず。行方不明者は女の人も大勢いたけど、人型には男っぽいのしかいなかったね。確かに。無性化するのかもしれないな。蜂で増えたのか。じゃあ巣は？
巣も蜂も増殖のためだろうな。地上で増やすとすぐ感知される。なんであんなデザインになったんだろう。外国っぽい顔とか夢に出てさ、人型に近くなるように作ったとしか。とにかくうちの星じゃあんなもん開発してないぞ。絶対タウの星、エレースの奴らだ。なすりつけ合いがひどいな。テロメアさんはお父さんの罪を軽くするためにここで仕事をしてるんだよね。それをネタにいいように扱われてる気もするが、テロメアさんのお父さんも井戸星の人だよね。フィーたちと同郷の。じゃあなんでフィーじゃなくタウの命令に従ってるの。エレースは関係ないよね。それはテロメアの親父シナプス博士は天才的な頭脳をエレース星に買われてマジカロイドを共同開発したからな。エレース側でも本心では早く着工させてまだ利用したいんだろ。井戸星にはもう変異中はいないんでしょ。マジカロイドが優秀なんだよ。単純な強さもそうだが、生物としても圧倒的、何より汎用的が高いし、未知の能力も備えてる。惑星開拓用としか思えない性能のマジカロイドもある。その過程でバイオモンスターを作っていてもおかしくないが。P さんはどのような経緯があって地球に敵が来たとお考えですか。地球の生物でこっそり実験した結果、失敗して地中で勝手に繁殖、千代子たちに死ぬ上をさせてると思っている。なるほど。なるほどね、それはわかりやすい。そんな理由だったら許せません。あいつの言い訳が聞きたいもんだ。移動性が悪いってどんなシナリオだ。聞きたいんじゃなくて聞かなきゃ。通信するよ。昨日の話でもう少し詳しく聞きたいことがあるんだけど。新しい戦士が見つかった、セッドコを頼もう。ふむ？じゃなくてその前に聞きたいの。エレース星かエド星がバイオモンスターを送り込む理由ってあるの？今度は動機か。ないな。こんな辺境の星に来る理由は資源獲得以外になく、バイオモンスターで星を荒らすなどもってのほかだ。得にならん。以上。もういいのか弁解は。今は新しい選手教えて。あらー、琥珀ちゃん。さっきまで一緒に喋ってたのに琥珀まで選手だったなんて。だったらセットプール悪そうだね。能力は花の能力。花？どういうことだろう。しばらく対象者に近づいてる。お前たちの好きな説得が終わったら呼ぶといい。お前たちの好きな説得だって一言多いんだよね、あいつ。資源獲得と言ってましたが、地球でもそれは変わらないですよね。それが理由だったらタウの言う通り、架け橋町なんかにバイオモンスターを送らないね。どう考えても意味がない。琥珀の性格じゃ役に立つとは思えないけど、後方で何かしてくれるだけでも十分だよ。彼氏いるの？とか。空気読めてない憎み以外はいないよ。その手の話なんだね。癒しがあるってだけで羨ましいよ。私は正直に癒しは求めてないけど。求めてないの？だいたい彼氏ないからって嫉妬なんて自分の出来の悪さを人の精神にしないでよね。ヒューガ先輩はどうなんですか？それは私は完璧だよね。ほらね。誇ったような顔がムカつくわ。彼氏の有無で優劣が決まるなんておかしいじゃないですか。争いはやめましょう。ルナちゃん、あいつぐるぐる巻きにしていじめるから。嫉妬の怖さを思い知らせてあげようじゃないか。ムフフフ、面白い展開になってきた。ルナちゃんは本当に小学生なんだろうか。さて、仲間にする琥珀ちゃんは、どうなるんじゃろうかな。花の能力っての気になるけどね。その頃、どなたですか？ユイっていうのよろしくね。琥珀さんですよね。話があるの聞いてくれる？最近の事件知ってる？あら、まさかのユイさんが接触しに来るとか？あなたに協力してほしいの。なんか変な宗教の勧誘？防犯アラーム使った方がいいかな。あの、協力と言われても私運動部じゃないし、頭もそんなに良くないし、パソコンとか機械も苦手で。まあ信じるわけないか。悪いけど今は町の危機なの。無理にでも仲間になってもらう。格好はどうでもいいでしょ。私だって気に食わないけど仕方ないのよ。タオいるんでしょ。さっさとこの人の変身道具を。それで説得なのか。俺と大して変わらないな。あなたも犯罪や事件ばっかりの町なんて嫌でしょ。完全に脅迫じゃないか。ふむ？でも犯人って誰？それと戦うなんてできないよ。その話はまだよ。そもそもそのままじゃ戦えない。力出ないでしょ。こんな風に岩を砕いたり。この力を身につけて町を守ってほしいの。薬を脊髄に注射しないといけないから、痛いのはほんの数秒だから。そりゃそうだよな。この人の説得はめんどくさい。ひどいことを言う。
俺よりも強制的かつ非効率的だな。あらー、無理に先進すればこうなるから寝ている間に済ませておくべきなのだ。これからバイオモンスターと戦うっていうのに注射の痛みぐらいでうずくまられちゃ困るのよ。まあそりゃそうなるよ。いきなり知らない人に突然こんなことやられたら。ユイさんも完全に暴走しとんな。あいつは考えている以上に危険な存在かもしれん。せやな、完全に狂ってしまってると言っても過言ではないのではないか。あら、レッサン、琥珀さんとも知り合い。急に変な人に思い切り蹴られてこんなところまで飛んで。背中に注射されただと。こういうのに詳しい奴らがいる、そいつら呼んでくる。その必要はないよ、さっきから見てました。邪魔したら悪いかなと。リリーさんとテロメアさんの次はその人ですか。何またかける気。お前なら琥珀に怒ったことがわかるんじゃねえか。変な怖い人と白い猫が丸い宝石みたいなものを押し付けてきて超怖かった。もう変身道具持ってんの。蹴られた時に落としたんじゃないかな。一回でも変身したら落とすわけがないですよ。体のどこかについてます。胸の上に青い宝石が体と一回はしてるのみた。変身するには道具が必要なのか。新情報だな。見せてくれよ。ダメです。琥珀も化け物と戦える人間の一人なのか。変身ってできるわけないでしょ。なんか話が噛み合わないな。背中にされたって言ってたぞ。そいつも戦士とやるの条件なのか。私そんなの知らない。みんな変だよ。そりゃそうなる。説得したのなら了承を得てるはずだし。ユイが無理やりそうさせた。レスという男がいるからお前たちの近くには行けない。やはり問題が出たようだ。ユイさんがじゃああんなに怯えていたのは、一悶着あった挙句蹴飛ばされた。何にせよ今のままでは琥珀は戦力にならん。戦う意志はなければな。その時はそうさせてあげたいな。お前ごと一番の戦力の必要性を感じているだろうに。今後色付きの人型が現れればどうなるか。せやな。私が琥珀ちゃんを勇気づけてくるので、あとは任せてください。やっぱ化け物絡みなのか。背吹き髄の注射と変身道具ってなんだよ。詳しくは言えないけど、わけもわからないまま養成されちゃったみたいで。どうやったら信じてくれるかな。敵を呼ぶわけにもいかないし、力を見せても脅すだけになっちゃうし、みんな一緒だって教えてあげるといいんじゃないかな。俺も説得してやろうか。関係ないんだからここで待つか、遊びにでも行って。昨日ダチが死んだんだぞ。今は行方不明って扱いで警察が捜索してる。親もだ。何も知らないで必死にな。何も知らないのが一番つれんだよ。さて、人の話聞いてなかったの？私の話を聞いてよ。お腹大丈夫？矢島ってやつにやられたんでしょ。そいつに仕返ししてやるから話してよ。仕返しなんて怖いもん。それもダメなんかい。お腹が痛いならリリーさんって人呼べばすぐ治りますよ。あの有名な美人さんと友達だったの？ただの仲間。怖くて怪我以外はどうでもない。何も言わないのはこっちが不安になるよ。だったらこれ見てよ。恥ずかしい。信じられないでしょ。同じような人が20人ぐらいいるの。だから琥珀だけじゃなきゃじゃないよ。じゃあ化け物って何？今の私すごい力があったの。戦うって本当？しおりたちはもうその化け物を見たの？昨日戦ったよ。街を荒らす悪い奴らですから、私たちでもなんとかなるみたいです。だったら私はもういらないよね。
抜群ってほどじゃ。外に出るのも億劫な方だし、トロイ式って役に立たないよ。能力にもよりますし、意外と強かったりして。琥珀は暴力嫌いだもんね。さっきまで取り乱していたから、それが心配でここに来たの。それってやっぱり痛いの？化け物をしおでしおりたちを叩いたりするの？叩く。痛いかな？戦ってる時は夢中でわかんない。心配そうな顔しないでよ。仲間で誰も死んだ人とか大怪我した人なんていないからだよね。大怪我した人はいるかな。私たちね、念じただけでいつでも連絡ができるから、何かあったら連絡して。じゃあ私帰るから、家で変身したり人に言わないようにね。私たちがマスコミや警察に追われちゃうから。変身して人に触るのもなしだよ、死んじゃうからね。戦いたくないって。でも少しは元気になりましたよ。変われるもんなら変わってやりたいんだかな、俺は。戦いて、今日はこれ以上言うのかわいそうだよ、げっそりしてた。催眠学習か。ここでイベント戦闘。どういう攻撃？花手裏剣。どんなスペックだな、あなた。射程2の手裏剣？精神 1.1 倍。レベル1なんだが。まあ、普通に攻撃するか。体が勝手に花の能力。花手裏剣っぽくはなかったな。いや、普通に負けるまであるぞ、これ。ギリギリか。今のは何、私がやったの？これで倒せっていうの？どっからやるんだったらまだ大丈夫かな。どういうの？ヒットポイントが回復してる。あれ？ヒットポイントが回復、それも能力か、それともイベントだからか。能力ちょっともう一回見てみようか。 HP 自動リジェネなんてついてるな。いや、ついてないね。イベントだからか。レベルアップ。私魔法使いにでもなっちゃったのかな。オン、敵が来たのか。この音、さっき夢で私起きてるのに、なんで。化け物が来たからこんなことが。どうしよう、戦うなんて私にできるわけない。見るだけ、街を荒らす犯人だけ見よう。ふむ。強制出撃が何人かいるって感じかい。あゆいはもう戦闘には参加できない感じね。情報収集、早起き。また敵。4時半じゃない、2時間しか寝てないのに。夜更かししてる。早起き2。ナナミの部屋。起きて、ナナミ、敵だよ。あと5分。マジカロイドで5分は戦い終わるってば。起きろ。水着には早いよ、あかり。直接起こしに行かないと遅れちゃうな。あら、この2名は遅れんのか。起こるとき。矢島さんのことですが、真面目そうな方でしたよね。長門さんはどう思います？どうって、千代子さんが口出しするなって言ってるんだからそうするよ。そうでなくて、長門さん自身の考えです。一緒に戦ってきた人なんでしょ。今回ばかりはタウに同意するよ。背中は預けたくない。っていうか、モカは部活の時には遅刻ぐらいで殴ったくせに、ユイさんのことは怒らないの？理由はわからないって言っても、人を殺めだってことは。何が遅刻ぐらいだ、殴るよ。遅刻は琴音が 100% 悪い。今回は違うと。さあね、子供を助けようとしてたし。警察に任せればいいじゃないか。もし友達がナイフを突きつけられたら、警察に任せる。私は任せないけど。でも家族は。根本の原因がそこかもしれない。長門先輩の先輩だけあって、ただ怒りっぽい人ではないんですね。長門さんの言い分もちゃんとわかりますよ。さて、ということで、出撃しましょうか。この辺にいるけど、めっちゃ囲まれてるよ、あなた。目があった、こっちに来ちゃう。あと、どうなった？あの数に焦ってるみたいだし、助けに行かないと。
泣いてる。カノンさんたちも目の前にいる。敵を、合流して敵を、はい。あの黄色いのは誰よ。あれが新しい仲間の琥珀って人かな。花の能力って何なの。リニーの命の能力の亜種と考えればいいか。治癒能力と攻撃能力をバランスの力持ってる万能型。格闘戦は強くない、守ってやる必要がある。へえ、なるほど。恥ずかしい格好した人がたくさんいる。やっぱり夢じゃないんだ。とにかく身を守らなきゃ。一気にも買おう。はい。ここはテロメアの家の近く。助けに来てくれるとありがたいんだけど。確かに。夜だしな。テロメアさんも動けるんじゃないか。さて、人型？巣が？巣がおります。蜂もおります。おい。お前全身。全身しすぎ。とりあえずアンチに入らざるを得ない。ここに行けばいいか？前進するにしてもな、だいぶ分断されてんな、これ。そうですか、どうしよっかな。微妙に誰も射程に届かないやつなんだな、これ。真央ちゃんどこにいる？真央ちゃん。真央ちゃんこっちにいるのか。ちなみに、範囲3マスってさ、ここも範囲になる？あれ、ここは、守備力アップとかって表示されないんだっけ？周りにいるときに。まおちゃんここにいるんだけどね。動かないとダメ？もしかして。とりあえず前進するか。特に能力が上がってる感じではないが。あれ前なんか能力、防御プラスとか、あ、守備力プラス2って出てるって、出てるね。右側に出てたね。ここの位置もだね。3マスってどこだ、どこまで行くんだろうな。で、まあ、左上はいいとしてだよ。とりあえず、全力前進で前に出るか。何も考えずに。敵の数も、ま、そんな多くないし、とりあえず前進でいいんじゃないか。形態変化。誰も手が出せないやつ。リリー狙われちゃうかな、これもしかして。まあ狙われても。英剣ども。全然前に出れんわ、これ。詰まってる。さて、いきなり前進。わー、やっぱりリリーに来た。敵、テロメアさん、見てくれてありがとう。手伝うよ。あの人耳が、あの人はテロメアさんですごく強いんですよ。不思議な雰囲気持った人だね。肌が透明で敵じゃなさそう。カノンちゃん、日が差す前に片付けよ。テロメアさんとカノンさんって気が合うのかな。テロメアさんに話すときだけ声のトーンが違うよね。まるで私とリリーみたいに仲のいい友達って感じだね。すごい位置から飛んできたな、テロメアさん。さて、しかしこれどうすっかな。これ何？あ、不景型。あ、スライムか。にゃーるほど。スライムここに寄りますよと。殴りに行く、横で。10。火力10はちょっと心もとないな。体温波いいね。近づいて、ぶっ破しに行くか。ワイルドスタイル使ってもよかったが。あと近づけそうなのは、あー、微妙に届かないやつ。あとはどう、射撃格闘微妙に届かない、これ。前に出て射撃格闘するか。避けろ。誰も微妙に、お、あなた届くね。ケミカルサンダーか。ちょっと持ったねーか、ケミカルサンダー。
どっちにしろもったいないな。まだ MP を使うその時ではない。ロケットパンチからの、ロケットパンチからのこれで倒せるな。よし、ちょうどぴったり。久しぶりにレベルも上がる。